はい、えー。皆さんおはようございます。テイクテクノロジーズの渡辺聡太です。はい。皆さんおはようございます。フラクトンベンチャーズの鈴木です。はい。今日のテーマは、あのー、ファウンダーが、クリプトのファウンダーがマーケティングとかの戦略をするときに、まあ、どういうアナウンスメントをして、まあ、どういうチームと組んで、どういう発表をどのタイミングでやるべきかみたいな、まあ、マーケティング戦略に近いんですかね。についてお話し,しようかなと思います。 はい鈴木さんが1回、この分野についてツイートをしていたんですけれども、えー、その背景も含めて、1回、紹介していただけますかそうですね、あのー、この Web3 とか、まあ、そもそもクリプトとか Web3 っていう文脈で戦っているファウンダーってまだまだ少ないなって思ってるんですけどっていうのは、まず前提としてあるんですけど、まあ、その意思決定がすごい難しいなっていうふうに、自分たちもやってて思ってるんですね。 で、そのなんか方法としてそう考えてることって何かっていうと、結局その意思決定をするときに、まあ、例えばですけど、じゃあちょっと有名になってきましたとか、ちょっとネットワークが増えてきましたとかで、いろいろこう、なんかこういうプロジェクトとか、こういうプロジェクトがあるよとか、海外にこんな人もいるよとか話が出てきますとなってきたときに、じゃあどの人とどのタイミングで組んで、何のアナウンスをしていくかっていうのって、まあ、本来自分たちがやっていく方角とか、やっていきたい、作っていきたいものっていうのがある中で、その話って、まあ、その、 あるタイミング以降は多分結構やつぎばいにいろんな選択肢が増えていっちゃうと思うんですよね。で選択肢増えるまでは模索しなきゃいけないからカードが1個飛び込んできたら1個カードを切るみたいな順番でいいと思うんですけど途中からはバーッと手数が揃っちゃってどのカードどこで切ろうかっていう選択ができるようになる。でも逆に言うとそのカードの切り方間違えると例えばですけどなんかなんですかねまあ分かりやすい例はなんだろうなえー、っと じゃあ例えばですけど、今のこの時点で NFT に貼りたいっていう会社がいますと、NFT の関係で新しいプロジェクトのプロトコルを作ってますと。でところが、じゃあ OpenC からもう完全にパートナーシップを組もうよって言われたとすると、みたいな。OpenC と組むのは全然いいんだけど、OpenC 以外のやつとはちょっとやりづらくなるよねみたいなことを OpenC の人も何となくに合わせてる。例えばみたいなことがあったときに、じゃあそれってどのタイミングで決断して、どういう判断だったらそれが切れるかなとかって、あんまりなんかこうファウンダーの視点とか、その そ,のそういうものをマーケティングにどう使っていくかとかっていう視点で話したことがないなっていう、そういう観点です。なるほど、非常にわかりやすい説明ありがとうございます。えっと、それはあの、真理だと思っていて、あの、クリプトのプロジェクトにとって一番わかりやすいマーケティングって、あの、アナウンスメント連発することなんですよ、特にコラボレーションアナウンスメント。これ、他のプロジェクト、まあ、多くのプロジェクトよ,よくやってるんですけど、まあ、とりあえず、 まあ、まだ何もやってないけど、アナウンスメントだけしとくか、みたいな。っていうオポチュニティがやっぱ結構あって、じゃあ、それをどのタイミングでどう出すか、みたいなのが大事だというふうに思いますね。まあ、あと、今回、その資金調達のニュースとかも我々出してますけども、実はあれって、まあ、あのー、6ヶ月前とかに終わってるんですね。<laughs> う,んう,んうん。うん。はい、6ヶ月前に終わってるものを、まあ、あのー、 自分たちの授業の大事なタイミングで出すっていうことをやってますね。あのなので、実はそういうマーケティング戦略は我々も思ってます。これ結構難しいですよね。その例えば、普通に考えたら資金調達ってしたらもう、もう出したいし、<laughs> やっぱり出すとおおってなるのは絶対目に見えてるじゃないですか。そうそうでえ、こんなところも入ってるのとか、こんな人も一緒に投資してくれたのでこんなチームになってるのとかって話は絶対盛り上がるので。 あの普通は結構前倒しで出すんですけど、今回はあれでしたか、なんかその,その辺んも、タイミングは結構慎重に検討して、まあ、わざとこのタイミングに伸ばした感じですかね、意図的に。そうですね、あのー、コミュニティが一番盛り上がってるタイミング、我々の認知度が高くなっているタイミングで、えー、出した方がそが、PR の、なんでしょう、なあの効果を最大化できるんじゃないかっていうのは思っていますね。 で、あと、やっぱりメディアが取り上げていただけるかどうかっていうところがかなり変わります。で、今回、あの、コインデスクとか、コインテレグラフとか、それこそ本家に取り上げていただいているんですけれども、あのー、やっぱりその、彼らも資金調達のニュースなんていくらでもあるわけですね。でいろんなプロジェクトから多分本家の方は持ち込みがあると思いますし、 じゃあその中でどれを取ってどれを取らないかっていう選択をしなければならないと。で、多分その時の選択肢が、じゃあ今、今そのプロジェクトがどういうステータスなのかみたいな。ポルカドッツだったらパラチェーンオークションっていうのがあって、これが世界的な注目が集まってますと。で、その中でチームがこれに備えるために達調達しましたみたいなストーリーは面白いし、あの、差別化できるなみたいなのがあったとは思います。 だからその自分たちのアナウンスメントを出すタイミングっていうのはまあ結構あの事前からプランニングはする必要あると思いますね。うん、これはもう一種センスの問題になってくるとは思いますよね。うん、これ<で>うんあどうぞ調達のニュースなのかなんなるそのまあビッグプロジェクトとのコラボレーションのアナウンスメントになったのかでまあかなり変わると思います。これってなんかその <laughs> 過去こういうふうにやってたときに、こう、結構手探り的にやってきました。例えば、それとも、まあ、周りでこう、例えばうまく発表してるなというプロジェクトに聞いたりとか、なんかそういう、なんかこう、キャッチアップとかをされたりしました。もしくは、参考にしたりとか。ああ、聞いたことはないですね。うん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 。あのー、あまりマーケティングに力を入れてなくて、うんうん。はい、技術の会社なので、技術を運んでるんですけれども。うん まあ、あのー、マーケティング自体のタイミングに関しては、まあ。少し考えればわかる程度で、このタイミングでこれ出せば一番。なりそうだなみたいなの、考えてないですね。感覚っすね。で、やってます。鈴木さんはどう、どうなんですか。かいや、そうですね。なんかカードが増えてくると、出す順番とか、ストーリーが大事だなって、めっちゃ思ってて、最近は。 なんか、その、飛び飛びですごいいいことやってても、飛び地みたいなリリースがいっぱい続くと、なんか前、前前のリリースとつながってるのかつながってないのか分かんなくなっちゃったりとか、すごいすると、まあ、特にうち結構会社としていろんなことをやりたがる会社なので、幅が広すぎちゃって、リリースのこう尺度が幅ひ広がっちゃってるっていうのももちろんあるんですけど、すごい思ってて、だからなんかその、あのー、その、 文脈ととかかストーリーリってていうのはめちゃめちちゃゃ重要にしてます例えばですけどなんかこう大きなこうなんだろうな、えー、ニュースがそのこのその同じ分野の、えっと、リリースしたい情報と同じ分野のニュースが流れたタイミングとかでイベントが起きるタイミングとか、まあ、今回だと草間のパラチェンオークションっていの大きなイベントだと思うんですけどそういうやっぱりイベントに寄せてくるとか事実,実決まってるものはなんかその その前,前後順番を逆にしたりして発表するとか、そういうのがすごい重要だなって思ったりするっていうのが一つ、どちらかというとマーケティング的には側面があるかなと思ってますね。あとなんかもう一個ちょっと聞いてみたいなと思ったのは、なんかそもそも、どことくど、どういうとこと組むかとか、うん、なんかその、どこまでを組んだ中でやるかとかっていうので。ねそれね、<laughs> 難しいですよね。そうですよね。僕も経験上、ま、経験からすしか語れないんですけど、 あのミスはやっぱりあって、そのアナウンスメントしたものも、そのアナウンスメント先がハッキングされるみたいな。ううんうん,うん、うん、<laughs> で、影響をこむるみたいなのとか、ま、あと、やっぱり、例えばですよ、まあこれはまだないですけど、コラボレーションします、アナウンスメントしました、でもうそのプロジェクトが競合の上で作ってるみたいな、作り出す。 のとかって周りから見たらあれあそこってあのうちとコラボしてるんじゃなかったんだっけみたいな話になるじゃないですかはい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 、うん、だからなんかそのどういうプロジェクトならやっぱ出せてどういうプロジェクトじゃないなら出せないみたいなやっぱありますで我々の場合だとやっぱり、まあ嬉しいことにいろんな引き合いがやっぱあるんですねあのー、コラボレーションしたいみたいな アナウンスメント出したいみたいなのは言ってくれるんで、あの我々の場合は、もう我々の上にそのスマートコントラクトデプロイだとか、我々のためにそのオラクルの接続だとか、そういうことをそもそもしないとアナウンスメントは出さないっていうスタンスは、だからアナウンスメントの中にコントラクトアドレスが入ってるみたいな、あとが入ってるみたいな感じ。 ですねまあそれがあれば、一応まあデベロップメントはしてるってことなんで、うん、うんうん、なんか証拠になるのかなっていうふうには思ってま。まあある種のあれじゃないですか、ね。なんかう嘘じゃないよみたいなことですよね。そう,そ,うそうです、そうで、ん、す、そうで、ん、す。さっきのオープンシ c の、これ、資金調達の話がさっきの話で、今回ははいプ、は、ロ、い、ジェクトの話だと思います。はいはい あっあいうのって結構大事ですよね。だからそれはどっちのプラットフォームが伸びそうかとか。そう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 なんですよ。<laughs> うんん例えばじゃあそこでまあ一瞬なんか例えばラリブルがすごい追い上げてるってなったとしてラリブルと話がまとまりそうだみたいになってじゃあラリブルと組みましょうってアナウンスに出そうと思ったんだけど <laughs> いや先のこと考えて本当にラリブルかな例えば思うとかさみたいなことは絶対あると思ってて。 なんかそこって、ある種のなんかこう未来予知じゃないですけど結構、実績値に基づいて未来ちゃんと見ていくっていうのがその重要だし自分たちの事業もそうなんですけどこのく組先の人たちが本当にどういうプレイヤーになっていくかその人たちも成長しているはずなので、まあ、それもなんかこう考えていかなきゃいけないなっていうのがすごいこうこのの分野の難しいいととろだなと思ってますすごいオープンなはずなんですけどプロジェクト数で言ったらすごい数がとんでもなくあるってわけじゃ実はないので。 あの組めるプレイヤーってか結構限られちゃって、やっぱりそうすると、やっぱり1位のプレイヤー、2位のプレイヤーみたいなのが事実上いる中で組まなきゃいけないので、全部1位と組みますっていう戦略ももちろんいいんですけど、ね、なかなかその最初、ポッと作ったばっかりのプロジェクトが、そんなにいきなりすべてのものを重ねるかっていうと分かんないので、あと,あとそもそも、まあ、そういうものをパートナーシップとしてちゃんとやるべきかどうかっていうのもありますけどね、別の問題としては。はい、おっしゃる通りだと思いますね。 ちなみに、こういう意思決定みたいなところとかで、従来のこういわゆる会社みたいな、従来の会社や従来のスタートアップとかと違って、この分野独特だなと思ったりするとだったりしますマーケティングでもまあそう経営方針というか、経営という概念でもないと思いますけど、意思決定みたいなところですね。 どのプロジェクトとかと組むか,組むかとかも、ももしくはまあそ,のそ,その周りで。うんそうですね。やっぱり、まあ、すみません。違うところっていうか似てるところになるんですけど、うんうん、あのストーリー立てはすごい大事ですよね。うんこのプロジェクトは、まあ、まずどのプラットフォームでやってるのかとか、まあ、どういうところとコラボしてるのかとか、 あのー、例えばイーサリアムでやってるんだってイーサリアムのレイヤー2にコミットしてミリサリアムの未来にかけてますみたいな方が多分コミュニティから好かれると思いますし、そのいろいろ浮気しているか間違いないですね。ポルがドットだったらポルカドットだったら多分そうですし、そういう事情があってやっぱりそのトッププロジェクトとかはあの固,執固執してますよね、結構。うん。プラットフォームに。 あるのかなっっていう,ふうには思ってたりしますねで違うところは難しいな。僕はあの普通の一般的なスタートアップをやったことがないのでなかなか比較できない <laughs> 逆にレアな例です、ね。逆に比較できないけど。<laughs> なんだろうな。まあそれで言うと、これも違いだってわか分かんないですけど、うん、やっぱり。 技術の発展とか新しいプロジェクトがもう世界中でバンバン出てきてあのー、バンバンやりとりがあるわけじゃないですかでそういうデベロップメントが見ることができてなのでその中でどういう人たちの伸びしろがどれくらい早くてえっとどういうプロジェクトがまあ、なんか名前だけ使ってるのかなみたいな <laughs> その目利きの部分とかが結構大事になってくるかなと思っていて例えば あの新しいプロジェクトが出てきたときにあの、ウェブサイトとかから、やっぱりトークエコノミクスがこう見て、あこれダメだなみたいな <laughs> のとかはあります。そういうのは大事かなというふうに思います。確かに確かに。なんかあれですよね、そう,そういう意味でその、そういうプロジェクトのこう、なんていうんですかね、純粋な見聞きっていうよりは、ある種のなんかこう、ちょっとした VC 的な見聞きなのかもしれないですけど、本当にマーケットで伸びてくるのかなとか、 なんか言ってることやってるこ合ってるかなみたいなやつをちゃんと見ていく必要がありそうって感じですね。そうですね。なる,なるほど、なるほど。え、鈴木さんの場合は最近どういう、あの、あるんですかどういう戦略を持ってやってるんですかいや、難しい、難しいですよ。いや、結構その、まあ、 特に今はっていう話をさせてもらうと、まあ、なかなかその移動的にもそ,のそんなにこう日本から出てっていうのがスムーズにいかないじゃないですかっていう中ではその突然出会ってなんかこう話がまとまっていくみたいな展開はないのでやっぱり意図的に仕掛けなきゃいけないっていうのがすごくあってでまあ人から紹介されるとかもちろんあるんですけど紹介されるにしてもそういうなんか,なんかこう何て言うんですかねこの人はこういう人なんだとか。 この人はこういうのを欲しているんだってことを情報を相手にしておかないと、伝えておかないと、そういうターンも待ってこない。ので、その仕掛けの手札をどこで切っていくかとか、どの順番で切っていくかとかはすごい悩んでますね。だから最近だと、まあ、一応結構いろいろその、あのー、他の、えっと、ニアとか、いろんなブロックチェーンの方角とかにもちょっと手を出し始めてますけど、この辺もこう、なんていうんですかね、みんな、 横並びでみんなと組めるってものでもないなっていうふうにも思ってるので、ね、もちろんそういうところとかがすごい選択としては難しいなと思ってますうんなんかな最近ニアとかのなんかミートアップやってましたよねや,やりましたはいちょうど今週はいなんかなんかそういうのもすごく難しくて別になんかこう何かを落として何かを上げたいわけじゃないんですけどただやっぱそういうのってどうしてもそのなんていうかな 自分たちがもらえるとか、自分たちが切れるカードってやっぱ1枚しかなくて、あの結局じゃあ、みんなと仲良くしていきましょうっていうのは、なかなかやりづらいっていうのは、すごい難しいなというふうに思ったりしますし、それやっちゃうと、まあ、結果できたとしても、まあ、普通に見ている人たちというかあの、自分たちの周りにいる一般の人たちからすると、あの会社は何をやりたいんだろうとか、あのプロジェクト何やりたいんだろうっていうふうにどんどんなっていっちゃうので、その意図とかをちゃんと伝えるっていうのが、すごいむ難しいなと思うし、 しかもそれがこうグローバルで伝わっていっちゃうのであの、自分たちが日本語でいくら発信しても、いくら発信することと同じことが伝わるとは限らないっていう、その2つの側面は難しいなっていうふうに、最近改めて思ってますね。はい。ありがとうございます。結論は、あのなかなか出ないんですけれども、目利き力を鍛えましょうということで、はい、そうですね。目利き力を鍛えましょうということです、ね <laughs> はい。はい、今回はこのかっこういう感じにしたいと思います。鈴木さんありがとうございました。はい、はい。ありがとうございました。